バルチック海運指数1985年から2013年。バルチック海運指数は、ロンドンのバルチック海運取引所が発表する、外交不定期船の運賃指数。バルチック海運取引所は、海運会社やブローカーなどから鉄鉱石、石炭、穀物といった管貨物を運搬する、外交不定期船の運賃を聞き取り、結果を取りまとめて、同指数を算出、発表する。 基準となる1985年1月4日汚染として算定している。2018年3月1日現在以下の重み付けで指数を計算している。バルチック海運取引所のサイトでは登録企業向けに毎営業日の英国時間13時に発表される。バルチック海運指数は指数であり実際の取引価格とは異なる。バルチック海運取引所は バルチック海運指数のほか、不定期船のサイズ、航路ごとに実際の取引価格指標となる運賃をどれだけで発表している。特に、投資数が注目を集めるようになったのは、中国の鉄鉱石輸入をはじめとする世界的な原料輸送需要の高まりが背景にあった。2008年5月20日には過去最高の1万1793を記録したが、 リーマンショックの影響もあり2008年12月5日には663まで低下した。指数の変動要因としては、会場に動き量の他に、主要港湾における潜伏の置き待ち増加を受けた、対戦、二役のためのインフラ能力の過不足、ハリケーンやモンスーンなど、気象の影響などが挙げられる。株式市場においては、海運会社の株価への影響が大きく、 特に不定期線を主力とする会社の株価とは連動性が高い。ありがとうございます。